J リーグファンの皆さん、こんにちは、小倉隆文です。一番最初それつけてもらったのは高校時代のインターハイの時だったので、金本千人さんに高校の4回千代工業をずっと追いかけてくれた中で、でその雑誌見た時にレフティモンスターモンスターって言ったのを覚えてますけど、ちょうどオランダから帰ってきてっていうタイミングだったと思うんですけど、等々力競技場だったと思うんですけど、相手ベルディで、そしたらすごいテレビカメラとスチールのカメラとかいっぱいいて、女の人の声がもうキャッ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 いうようなコンサート会場みたいな感じだったので、すごい雰囲気でサッカーやるんだなっていうのは覚えてますね、はい、ライン際で確かあれ西澤だったと思うんですけど、後ろでヒールで使って抜いたのとか、ダブルタッチでカピトンとビスマルク抜いたのとかいうシーンが使ってもらって、まあみんなの注目度と相重なって、シーンがねすごいというふうなような取り上げ方されて、なんかねいろいろ言ってもらえるのは嬉しいですけどね。チームメイトとし合ったところで言うと、ジョルジーニョとストイコビッチ。ジョルジーニョで言えばファーストコントロールで一人抜いちゃうっていう、体のこう入れ方一つで一人抜くっていうプレーは本当うまいなと思って、トラップで人って抜けんだって目の前で何回も見せつけられたのはプロ入ってジョルジーニョが初めてで、ピクシーの場合は、まあ、キックの精度もそうなんですけど、切り返した時 のバランスの崩さない感じ、あの時のピクシーは本当手がつけられないぐらい体のキレとこうプレーっていうのは一流の選手なんだなっていうのは感じましたね。一つその個人的に、まあ、見抜かれたというか、試合の、まあ、当日か前日か忘れましたけど、宿舎入るじゃないですか。でその時に監督室に呼ばれて、そしたら「お前俺にサッカー教えてほしいのか?」って言うわけですよ。「いやはいもちろんです」って言ったら、そしたらもう急に声荒げて、練習で100やんのやつに何で俺教えなきゃいけないんだっつって、100やってみろっつって、まずそこから始めろって。もうハッとしないんですよね。オランダから帰ってきたのに、まあ、最初は出ましたけど、その後干され気味になって腐ってた部分があったんですね、まあ、それをまんまと見抜かれて、直接的に言われてドキッとして、そこからは心入れ替えてじゃないですけど、そうかっていうのでやるようになりましたね。ここ2得点2アシストっていうところになっちゃうあたりが自分っぽいのかなっていうふうに思いましたけどね。左から誠司さんが来たクロスをダイレクトでボレーするんですけど、まあ、そのシュートもすごい好きなんですけど、ディリクスにやったアシストっていうのもあのタイミングってあそこしかないので、まあというか自分としてはいいアシストだったかなっていうので覚えてますね。すごい昔の僕ら世代に部活校にレフティーだけっていうのはいないんでね、別にレフティーだけというよりももっともっとこう個性的な選手が出てきてほしいなと思いますけどね。